スキッフルは、ジャズ、ブルース、フォーク、ルーツミュージック、カントリーミュージックなどの影響を受けた音楽で、手作りの楽器や即席の楽器を使うことが多い。スキッフルは、20世紀前半のアメリカ合衆国で、生まれた音楽ジャンルであるが、1950年代には、ロニード・ドネガンを中心に、イギリスで、ブームとなり、後にジャズ、ポップ、ブルース、フォーク、 ロックなどの分野で活躍するミュージシャンたちが音楽活動を始める大きなきっかけを作った。ガスカノン、エス・ジャグ・ストンパーズ・スキッフルの起源ははっきりしていないが、20世紀初めのアフリカ系、アメリカ人の音楽文化にその源があると一般的に考えられている。スキッフルはニューオーリンズ・ジャズから発展したものだとしばしば説明されるが、その妥当性については議論がある。 スキッフルという言葉では表現されていなかったにしても即興的なジャグバンドによるブルースやジャズの演奏は20世紀初期のアメリカ南部ではどこでも見られたことであった。スキッフルではウォッシュボード、ジャグ、洗濯桶や茶箱で作ったベース、タバコ箱などで作ったギター類、ミュージックソー、櫛とかみを使ったカズーなどが通常の楽器である。 アコースティックギターやバンジョーと共に演奏に用いられた。スキッフルという言葉は、家賃を支払うために、小学の参加費を貸して、パーティーをする、レントパーティーを意味するスラングの一つだった。スキッフルが最初に録音されたのは1920年代のシカゴにおいてであり、南部のアフリカ系アメリカ人が、北部の産業都市へ持ち込んだものであったと考えられる。レコードで、 スキッフルという言葉を最初に使ったのは1925年のジミー・オブライアントと彼のシカゴ・スキッフラーズであった。この言葉はカントリー・ブルースのレコードを表現するために最も頻繁に用いられ、コンピレーションのホームタウン・スキッフルやダンバーレイヒズ・スキッフル・ボーイズのスキッフル・ブルースといったレコードが作られたマレーニーは自分のレパートリーを 田舎の聴衆に説明するときにスキッフルという言葉を使っていた。スキッフルという言葉は1940年代以降の米国音楽界では使われなくなっていた。比較的曖昧なジャンルであるスキッフルは1950年代のイギリスにおけるリバイバルとその中心にいたロニード・ネガンの成功がなければほとんど忘れ去られていたかもしれない。イギリスのスキッフルは スイングジャズから離れて、トラッドジャズへと向かう動きを見せていた、戦後のブリティッシュジャズシーンから生み出されたものである。そうしたバンドの一つが、ケンコリアが弾いたケンコリアズジャズ面であり、その盤上奏者であったドネガンは、バンドの演奏の合間に、スキッフルを演奏していた。ドネガンは、ギターを弾きながら歌うことが多く、他に二人のメンバーが、ウォッシュボードとティーチェストベースで伴奏するのが、 通例であった。彼らは様々なアメリカのフォークやブルースの歌、特にレッドベリーの録音に由来するものをよく取り上げ、アメリカのジャグバンドを真似た陽気なスタイルで演奏した。公演のポスターでは休憩中のスキッフルと表示されたが、これはケンコリアの兄弟のビルがダンバーレイ率いるダンバーレイスキッフルグループのことを思い出して提案した名称だった。ほどなくして、 この休憩中の出し物はトラディショナル、ジャズと同じように人気を博すようになった。1954年にはバンド内の意見対立からコリアが新しいグループを結成するためバンドを離れ、残されたバンドはクリス・バーバーをリーダーに据え、クリス・バーバーズ・ジャズバンドに衣替えした。イギリスにおけるスキッフルの発録音はコリアの新しいバンドによって百五十四年に行われたが、 スキッフルの運命を変えたのは、1955年の遅い時期に、バーバー・アッツ・ジャズ・バンドが、ザ・ロニー・ドネガン・スキッフルグループ名義で、デッカレコードからリリースした2曲のスキッフルであった。レッドベリーの、ロックアイランド・ラインのテンポを早めたドネガンのバージョンは、ウォッシュボードをフィーチャーした演奏で、B 面には、ジョン・ヘンリーを収めたシングル版は、1956年の大ヒットとなった。 この曲はトップ2 2 8ヶ月も居座り最高位は6位になった。また、イギリスでは初めてデビューレコードがゴールドディスクになった曲であり世界中で100万枚以上が売れた。このシングル版の成功と高価な楽器や高い演奏技量を必要としないことがイギリスにおけるスキッフルのブームのきっかけとなった。スキッフルがブームとなった時期には チャートで成功を収めるバンドも少なからず登場し、チャスマック・デビットのグループ、ジョニー・ダンカン率いるジョニー・ダンカンザ・ブルー・グラス・ボーイズ・ザ・バイパーズなどが活躍した。しかし、ブームが大きな影響を生んだのは、草の根のアマチュアの活動としての側面においてであり、とりわけ労働者階級の男性たちは、楽器を安く手に入れたり、あり合わせのもので自作して、 戦後のイギリスの味気ない待望生活への反動のようにスキッフルに飛びついた。BBC テレビで6イコール5スペシャルの放送が始まった1957年にはおそらくブームは絶頂に達していたと言えるだろう。この番組はイギリスで最初の若者向け音楽番組であり、スキッフルの曲を主題歌にし多くのスキッフルグループを紹介するショーケースとなった。 一説では1950年代末にはイギリスには3万から5万組のスキッフルグループがいたものと推定されている。ギターは売り上げが急増し他のミュージシャンたちは即席のベースやパーカッションで加わり教会のホールやカフェといった場所で音楽の完成度や高度な演奏技能などは気にしないで演奏ができた。多くのイギリスのミュージシャンたちがこの時期に スキップルを演奏することで、そのキャリアをスタートさせ、後に、それぞれの分野で名を成すことになった。北、アイルランドを代表するミュージシャンのバン・モリソン、イギリスにおける、ブルースの開拓者、アレクシス・コーナー、ロニー・ウッド、アレックス・ハーベイ、ミック・ジャガー、マーティン・カーシー、ジョン・デン・ボーン、アシュレイ・ハッチングス、ロジャー・ダルトリー、ジミー・ページ、リッチー・ブラックモア、ロビン・トロワー、 デイブ・ギルモア、ポップ系のビートミュージックで成功した、ホリーズのグラハム・ナッシュとアラン・クラークなどは、そうした例である。その中で最も有名なのは、ジョン・デノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン・ラゴのビートルズのメンバーが在籍したザ・クオリー・メンだろう。バーバーと別れてから、ドネガンは、カンバーランド・ギャップ、ダズ・ユア・チュー・インガム・ルーズ・イッツ・フレーバー。 マイ・オールド・マンズ・ア・ダストマンといった一連の人気レコードをロニー・ドネガンズ・スキッフルグループ名義で制作し続けた。やがて、ブリティッシュ・ロックの最初の段階として、ロックンロールシーンが出現し、トミー・スティール、マーティ・ワイルド、クリフ・リチャードザ・シャドウズなど、イギリス出身のスターたちが活躍し始めると、チャートに影響を与えるようなスキッフル奏者は、ドネガンだけになってしまい、それも徐々に、 流行を送るになっていった。1958年には、スキフ,フルの熱狂はほぼ終焉を迎えており、この音楽に熱中していた人々は、音楽をやめて、しっかりした仕事に就くか、ホーク、ブルース、ロックンロールなど、別の形態の音楽へと進んでいったのである。ドネガンは、2002年に亡くなるまで、演奏活動を続けた。ジ・アグリードック・スキフ,フルコンボや、 ザロンドンフィルハーモニックスキッフルオーケストラなど、いくつかの若い世代のバンドが、スキッフルの形態を継承したり、かつて、スキッフルを演奏したグループがスキッフルに回帰したり、する例はあるが、スキッフルのリバイバルを目指す試みは、かつてのような熱狂を生み出すには至っていない。ありがとうございます。